皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今回はこれ、青の遺跡15回隠しステージ。こちらでアヌビス新スキンで、耐久をやっていきます。ニケちゃんだと結構できそうだったので、一型スキンでいきます。条件は一つだけ、鍵を7本集めて出口を、解放すること。あとはひたすら耐久です。それじゃやっていきましょう。行くぜー。横の全体マップに鍵を調べたところを丸していきます。うん、結構鬼畜なチャレンジになりそう。テイク2。テイク3。思ったより見せ場もなく申し訳ない。ちょっと死亡臭。テイク4。ということで、テイク5。序盤でやられてばかりでしたが、ご期待ください。行くぜー。テイク4まで思うように、動けないままやられてしまったので、もうちょっと頑張りたいなと、思っていました。スキンチェンジ前のアニビス陣は、広瀬スキンと同じ一型サイズの、当たり判定です。ニケちゃんよりも当たり判定が、大きいですね。その分難易度が上がります。僕、少し前に同じ一型サイズスキンの、サボテンマンで、このステージをクリアしているので、結構いけちゃうんじゃないかって、思ってました。でもやっぱり隠しステージ、簡単にはいかないですね。ここは鍵が出なかったので、全部の宝の山を調べます。これが3本目。僕は大体右側を先に調べるんだけど、敵ゴリラ鬼の攻撃で今回は順番を変えました。この15回隠しステージは調べる順番や状況によって変えることが多いです。これって隠しステージあるある。18秒でした。この後も何回かやったのですが、これが限界でした。ということで、18秒残して耐久という結果です。今回は青の遺跡15回隠しステージの耐久をやってみました。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。